自由思想家人民党は、低世紀のドイツの自由主義左派政党。1893年に、ドイツ自由思想家党左派により決闘された。当初は、オイゲン・リヒターの指導下官大法や、植民地政策に反対したが、1906年のリヒターの守護賛成に転じた。1910年には自由思想家連合や、ドイツ人民党と合同して、 シンポジン民党に改組された。オイゲン・リヒター1892年末、首相レオフォン・カプリビは、将来予想される二正面作戦に備えた、陸軍増強案を帝国議会に提出。中央党や自由主義勢力が受け入れやすいように3年兵役制を2年に、7年制予算も5年に短縮した。しかしこの法案は、激しい反発を招き、 1893年5月6日に、否決されたため、カプリビは、帝国議会を解散した。この採決の際に自由主義左派政党ドイツ自由、思想家党は、投票が分裂し、党内中道派が、法案が賛成する一方、投資をゲンリヒターをはじめとする、党内左派は、法案に反対した。そのため総選挙を前にして、党分裂が不可避となり、 法案賛成派は自由思想家連合を結成し、法案反対派は自由思想家人民党を結成することになった。この影響で、直後の選挙は両党合わせても66議席から37議席に激減した。その後も自由思想家人民党は、リヒターの指導の下に、艦隊法や植民地政策などに反対していたが、1906年3月にリヒターが死去すると、 党の方針は変化し、艦隊法や植民地政策に賛成するようになった。またリヒターは自由思想家連合やドイツ人民党との自由主義左派政党の結集に反対する立場だったが、彼の死去により結集の機運が高まった。ベルンハルト・フォンビューロー首相下の1907年の帝国議会選挙の反乱に伴う追加軍事予算の是非をめぐって争われ、ホッテントット選挙と呼ばれた。 植民地政策に賛成する政党が大償の後には自由思想家人民党は自由思想家連合やドイツ人民党とともに合同議員団を編成し少なくとも植民地問題や対外問題においては政府を支持する勢力となった議員団合同により三党は急速に接近したまたこれまで自由主義左派は三党に分裂していたために議会外の基盤が弱い弱点があったが 1909年6月には自由主義左派勢力の基盤となるリベラル商工業界利益団体犯罪同盟が結成された。こうした背景から1910年3月6日には自由主義左派3党が合同して進歩人民党を結成することになった。ありがとうございます。